とんでもないことになりました。なんと私が滞在しているこの夜、ワールドカップ予選ですね、日本もアジアで、ワールドカップ予選戦ってますけれども、なんとこのクロアチアはスプリットでクロアチア対スロベニアの試合が行われるということで、私それを知ったのがつい先ほどということで、もちろんチケット持ってませんですけども、ワンチャン競技場に直接チケットを買えないかということで、突っ込んでみたいと思いますね。ちゃんとね、ちょうどね、ちょうどパンツ買ってるから、これはクロアチア応援してもいいでしょう。事前にチケットオフィスで、事前にスポーツショップでチケットを買うと1人100クローナらしいんですよね。めちゃくちゃ安いですよね。クロアチア、なんか街で妙にクロアチア代表のユニフォーム見るなと思ったら、まあそういうことでしたね。さあ、じゃあね、行ってみたいと思います。ダメ元で。いやー厳しいっすね。事前予約オンラインでしか受け付けてないということで、入場はできないということを聞きましたが、なんとか手はないだろうかと、ダフ屋みたいな人がねいたらちょっと買いたいんですけど、ちょっとねわずかな可能性をかけてちょっとね、見てみたいと思います。ついにチケットゲットしました。やったね。行きましょう。もうね試合始まってますから、急ごう急ごう。がずっと攻めてますけど、なかなか点取れないですね。いやー決定機を外しまくってますけどね、もうサポーターたちはブーイングどころか結構応援の後押しがすごいです。
各主要リーグがもうすでに開幕しているのもあるのか、クロアチアのエースモドリッチも怪我で負傷してるらしいですし、ベストメンバーじゃないとはいえなかなか苦戦してますね。決定的なところ決めきれない。逆にスロベニアにちょっと危ないシーン作られてましたからね。いやー勝ってるからね、ノリがいい。これ負けてたら大変ですよ、やばい。朝です。まずチケット売り場を奇跡的に見つけることができたんですよ。スタジアムから本当に500メートル600メートルぐらい、行ったところにチケット売り場がありました。でポイントは、まあ、そこでチケット無事買えたんですよ。ただですね、一つここで重要なポイントになってくるのが、チケットを持ってるだけでは入場できないんですね。陰性証明が必要なんですよ。もう漏れなく全ての観衆一人も例外なく、もう警備の人が厳重にその QR コードをチェックしてたんで、無理だったんですよ。まあ、なので特設会場で PCR テストをすぐに、結果が出るような多分システムなんでしょうね。観客の人たちはそこで受けて、チケットとその陰性証明を合わせて入場できるという形を取ってました。それもあるのかわからないですけども、もうスタジアムに入っちゃえばこっちのもんだみたいな感じで、マスクしてる人一人も見なかったですし、
もう密も密で大合唱だし、点が入ればもうビールをぶっかけまくるし、もうすごかったですよ。もう今の日本のロックダウン下の日本、非常事態宣言下の日本では考えられない、県をまたぐこともありえない、フェスで、みんなが合唱する、歌う、ね、観客に歌わせたってだけで大事件になっちゃうような、そんな日本では考えられない、そんなね、クロアチアのサッカー観戦でした。まあ、何よりね、奇跡的な流れで、たまたまね、一緒のホテルだった若者が夕方ね、せかせか支度をして出かけるからどこ行くのって言ったら、クロアチア代表の試合見に行くんだと、ワールドカップ予選だと言うんで、しかもここで、このスプリットでホームで行われるということで、いやそれは見逃せないでしょうと、事前チケット持ってないにもかかわらず、突っ込んでったわけですけどね、本当に奇跡的な流れで見れたことを嬉しく思ってますし、忘れられないスプリットのクロアチアの思い出になりました。はい、クロアチアの魂をね、熱い魂を感じる、そんな夜でした。ありがとうございました。